中部北陸地区。このエリアは地形を竜に見立てて昇竜洞と呼ばれています。昇竜洞には日本の魅力がぎゅっと詰まったおすすめの4つのコースがあります。今日はその中のドラゴンコースとレンタカー、高速道路定額乗り放題プランの使い方について皆さんに説明していきますね。 Hello everybody, my name is Watt. Today I would like to bring you with us together with Mr. Liu from Taiwan and Mr. Chang from South Korea to drive along Shoryudo in Chubu region, which located in central of Japan. Please enjoy it. 知ってる？セントラル日本エクスプレスウェイパスを略した CEP。 中部日本を中心に2000キロ以上の高速道路周遊エリアがなんと定額で一定期間乗り放題になり、エリア内の観光地がいっぱい楽しめます。通常の高速道路料金より平均 40% 引きでご利用いただいている実績があります。 CEP を利用できるのはパスポートと日本で利用できる国際免許証を持っていることが条件ね。お申し込み方法はこちらのサイトで CEP 取扱レンタカー店舗を調べて、来日前にレンタカーの予約を事前に済ませてね。それでは順番に教えてあげる。に到着したら昇竜洞インフォメーションを目指してね。ここには名古屋、高山など昇竜洞の観光情報がいっぱい。親切丁寧に答えてくれるスタッフが迎えてくれます。Hi, it's a pamphlet in English.レンタカーの注意よ。レンタカー会社ではほとんどのレンタカーについているけど、 ETC 付きの車を借りてね。Ah, so this is ETC card, so we can pass through toll gate non-stop. ETC カードはクレジット会社が発行する高速道路料金の支払い専用カードです。料金はレンタカー会社の口座から引き落とされるので、海外からの旅行者はクレジットカードか現金でレンタカー店に支払います。高速道路会社と提携しているレンタカー会社の指定店では CEP の割引を受けることができるんです。 CEP の定額部分は前払いです。適用外の高速道路を利用した場合は返却時に後払いになるの。Oh, now we got the map, and then after answer the survey, so we could get the present. You won't go with us? Ah, that's too bad. ごめんね。一緒には行けないの。CEP は訪日外国人しか使えないパスなんだよ。とってもお得なパスだから、日本人の私だって使いたいのに。でもこうやって案内してあげる。冬はスタッドレスタイヤのレンタカーを予約してね。雪道はブレーキは早めにゆっくりと踏み込んで減速、急ブレーキ急ハンドルにならない運転を心がけてね。あ、そうそう、お店の前ではあまり写真を撮らずに速やかに出発しましょう。ところで日本の道路標識わかるかな？いくつか答えてみて。This means do not enter. This means one way. This means do not park here. This means stop.
This means follow directional sign. Drunk driving is prohibited. Texting while driving is prohibited also. Always keep left. Right lane is for overtaking only. When the center light is red, do not overtake. 最後にカーナビの使い方。It's cheaper if we go together with rental car, cause schedule is flexible and also we can bring a lot of stuff with us. Yeah, of course. In the front we have to fasten the seatbelt. Also the rear. Oh, okay. So everything is okay. Let's go. ETC レーンは通信を行っているから時速20キロ以下で走行してね。それじゃあ私のおすすめドライブコースを教えてあげるね。最初に紹介したけど、昇竜道には雄大な自然や数多くの有名な観光地、温泉、おいしい食べ物など日本の魅力がぎゅっと詰まったおすすめ4つのコースがあります。今回はドラゴンコースを中心に人気の名古屋、岐阜、富山、石川の観光地を巡ってみましょう。まずは愛知の見どころから。名古屋は古い歴史がありますが、名古屋駅前は近代的なビルが立ち並んでいるのでお買い物スポットになっています。街中には名古屋フリー Wi-Fi を利用できるスポットも増えているので情報を探しながらの観光も便利よ。では最初に豊田市の車のテーマパーク、トヨタ会館に向かいましょう。 The legend of Toyota starts from here. 車の歴史、ハイブリッドカーの構造、未来の車などが楽しめて、しかも入場無料なの。 YouTube でご覧の方はチャンネル登録をお忘れなく。高評価をつけてくれると嬉しいな。 Let's discover Japan by using the rental car with the benefit of Central Nippon Expressway Pass. Driving Shuttle!